なべちゃんです嫌いになってしまってすいません。本当に今日ちょっと昼公演のリハの前に、リハの前じゃないや、昼公演のリハの時にちょっと転んでしまって足を痛めてしまって、そうだから本当に申し訳ない、すいません。すいません本当に申し訳ない。中坂たくさん褒めてあげてください、皆さん本当に。本当にだってあんな、いや水木だったら絶対できないし、うん、メールにも書いたんですけど、本当に褒めてあげてください。中坂すごい、だってほぼ水木のポジション全部覚えて出てくれて、しかも今日公演実況があったのに申し訳ない、本当に。そうなんやもみんな優しいからお大事にしか言わないんだけど、絶対大変だったし、中坂もなんか泣きながら覚えてたっていうのを聞いて、あ本当に申し訳ないと思って、そう本当にナーヤンと中坂とりあえず褒めたたえてください。ナーヤンもう暇だったから全然だよって言ってくれたけど、うん、褒めてあげてください。もう中坂に関しては、中坂に関してはもう褒めちぎってください、皆さん。ショールームとかメールの返信とかで、もう褒めちぎってあげてください、褒め倒してあげてください。中坂がもういいですっていうぐらいまで、本当に。水木も後で褒めちぎり見ます。英介さんありがとうございます、ひかるさんありがとうございます。そうナイアンの実況ね、そうナイアンも褒めちぎってあげてくださいでもみんなあのポジション結構変わって、昼公演とユニットが変わったりしたメンバーもいるので、そういうメンバーにも褒めちぎってあげてください。本当に申し訳ない。そう、夜公演多分バタバタしてたはずだから絶対。本当に褒めちぎってあげてください。申し訳ない、本当に本当になんか悔しい。まあ水木のことはまず、はい、田辺はとりあえず直すことしか考えられないけど、メンバー9期もみんな褒めてください。誰が変わったんだろう、あんま誰が変わったとか把握はできてないけど、ひなぴよとまこぴは変わってるから、少なくともえなちゃんも変わってるかな、えなちゃんも変わってると思うから、二人その三人にも感謝で、昼公演の時もきみちゃんもちょっと変わったかな。やっぱ研究生公演だから、研究生同士で休憩同士でカバーしなきゃいけない部分が多いから、大きしなきゃいけないからやっぱ大変で、そう中坂がなんか水木もどうなるんだろうと思って、だから水木もずっと
出たいって言ってたけど、やっぱり大事を取ってこういう形になりました。足痛いの気づかなかった。見たけどアドレナリンみたいなの多分出てたかもしれない。ね、本当に中坂には感謝しかない。マジで本当に千原さんありがとうございます。なので皆さん、はい、褒めてあげてください。たくさんたくさん褒めてあげてください。中坂本当に申し訳ないな。うん、だって中坂多分瑞希のポジション一回もやったことない、やったことないはずだから。そうそう、瑞希も他の球技のポジションどっかしら覚えておかないとあれですね。その時にこういう風に今日みたいになっちゃう。マジで褒めちぎってあげてください皆さん。めちゃくちゃ言うけど泣きながら覚えてたらしいね。それ知ってます。田辺も見てたから公演。本当に褒めてあげてください皆さん。なんかまあ本当は公演にも出たかったけれども、出たかったっていうのもなんかすごい中坂に失礼な気がして、あんまり言えないけど、まあ正直すごく出たかったんですけど、でも、うん、本当になんかちょっといろいろ複雑なんですけど、そう。ね、ちゃんと足直さないと本当に。そう、本当になんかびっくりした。田辺って結構まあよくこけるんですけどこけるんですけど、なんて言うんだろう、あんまり怪我しないんですよ。あんまり怪我しないんですよ。しないんですけど、だから転んだけど大丈夫かなと思ってリハーサルの時そのまま次の曲もやったらちょっと痛かったです。初めてだからちょっとびっくりしてるんですけど、そうだからさ、中坂今日あれだったじゃないですか、
公演実況だったじゃないですか。公演実況もう多分いろいろ年齢の問題とかもあってできる機会少ないのに絶対嬉しかったと思うし、中坂もやりたかったと思うし、谷さんと一緒に。なのにで昨日も瑞希中坂と話してて、瑞希の方見ててねって言ってたのに本当に、うん、ね、そう、明日もお渡し会あるので皆さんぜひ会いに来てほしいな。うん、そうね、明日も、はい、とりあえず田辺は中坂にいっぱいいっぱい、まずとりあえずネギ泥丼をおごってあげて、お菓子もいっぱい買ってあげようと思います。本当に本当にもうそれでもうひたすら褒めちぎりました。鍋は本当に本当にネギトロ丼食べる前に呼ばれたらしいので、本当にだってネギトロ丼って中坂がめちゃくちゃ好きな食べ物じゃないですか。それを諦めて田辺が休園したから、休園するってなったから言ってくれたから、うん、瑞希がとりあえずネギトロ丼奢ります。それでお菓子もいっぱい買ったけどたくさん褒めちぎります。本当に感謝伝えないと。まあ今のは若干あれも入ってるんですけど、そのネタ感もあるかもしれないけど、でもあれです、マジで本当に褒めちぎる、本当に本当に感謝伝えなきゃ中坂には。だから多分中坂って毎日アイドルしてるかな、してないか。中坂がショールームの時にたくさん皆さんコメントで言ってほしいな、褒めちぎってほしい。そうだからこれからも多分秋季研究生公演ってなると多分今日みたいなこともあるかもしれないから、瑞希もいっぱいあれですね、やんないと、覚えないとですね。そうでもね、昼公演自体はすごく楽しかった。たくさん笑った。うん、あ、約束用のポーズは成人の日だから着物、なんか成人式、テーマは成人式だった。とりあえず田辺は直したいと思うし、中坂ナイアンはじめ他の9期にとりあえず感謝を伝えなきゃいけないし、そして中坂にはとにかくありがとうをたくさん伝えたいと思います。申し訳ないな本当に、うん、
めいた、いや泣けないと思う。中坂の方が大変なはずだから絶対。そう、明日お渡し会なので皆さん会いに来てほしいですね。そうそうそう、本当に本当に、うん、そうですね。そうだから青春ガールズ公演はなんか瑞希が言うのもなんだけど、なんか支え合わないとやっていけない、特に支え合ってやっていかないとできない、作り上げれない公演だから頑張んなきゃですね、みんなで。なんか瑞希が言うのもなんだけど本当に、てか一番なんで瑞希が言うみたいな立場だけど今は、うん、っていう感じですかね。そうそうそう、うん、聞いてください、ささえ。うん、本当申し訳ないな。あ、危ね、落ちました。眠そう、それはいつものこと。危なかった、携帯が滑りそうになった。そうですね、そういう感じですかね。うん、本当にそう、早く元気な姿を皆さんに見せれるように頑張ります。本当にとりあえず皆さん今日は9期生、他の9期生のことを見ちぎってあげてください。特に中坂は絶対みずきも本当に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 褒めちぎります。ナヤもね、そう、他の変わった子たちにも本当に全員に感謝ですね。みんな優しいからお大事にしか言わないんですよ、本当に。え、そういう感じですかね。うん、中坂は結構さらりとやってるってか思われがちだけど、全然そんなことなくってずっと裏で練習してたりとか、例えば、うん、そう結構なんて言うんだろうな、伝わりにくいですよね多分。中坂って一番伝わり、何でもできる子だから何でもできちゃうから、でもその分裏で努力してるんだけど
できちゃうっていう、こうできちゃうっていうイメージがあるから、そこがちょっと昨日も中坂も MC 出てたけど、みんなそう真面目というか優等生に見られがちだけど、本当に優等生は優等生なんだけど、そうそうそうね、まあ、水木に比べたらだいぶ優等生なんだけども、水木なんかも本当にあれだから、そうなんだけど、でもすごい努力もしてるから、そういう風に見える人って大体努力してるから、そうそうそう、そうそうそう、なので、はい、で中坂もまだあんな大人っぽいしっかりしてる感じだけど、まだ中2だよねの子供で、まだももちゃんの一個上ね、子供なので、皆さんたくさん甘やかしてあげましょう。みゆきもね、甘やかしてますよ。そうそうそう。そうです。うん、じゃあそろそろ配信終わりたいと思います。13位プックンさん、12位佐藤マー君さん、11位コシピカリンさん、10位足軽ヒロさん、9位 KT さん、8位トモトモさん、7位アシーさん、6位マックス池田鍋吉さん、5位ジュンさん、4位ヨイチさん、3位クノシュウさん、1位ペンペンさん、1位ユシさん、ありがとうございます。ではそろそろ配信終わりたいと思います。すいません、ちょっとこんなしんみりした感じになっちゃってごめんなさい、すいません、ちょっと今日はこんな感じしかできないかも。ありがとうございました。おやすみなさい。明日待ってます。渋谷のツタヤにてお待ちしてます。バイバーイ。